オリビエ・ブーレイは、フランスのカーデザイナーである。2009年から中国、北京にある、ダイムラー社の専攻デザインセンターを率いる立場に、ついている。1981年までパリのエコール・スペリエウレ、D ・アーツ・グラフィキー・ D ・アーキテクチャーで学び、翌年には、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ移る。卒業後は、コベントリーにある PSA ・プジョーシトロエンの、 先行デザインスタジオに勤め、1982年から2年間間いで A でーポンプロジェクトに携わり、1984年から1986年までポルシェに在籍した。1987年に西ドイツにあるダイムラーベンツのデザイン部門にマネージャーとして入社し、メルセデスベンツ S クラスとメルセデスベンツ C クラスの外装デザインチームに参画。 した。1989年に富士重工業に移籍し、日本の自動車会社で初の日本人以外のチーフデザイナーとなった。同社では2代目、レガシーのデザインを担当した。1992年にダイムラー・ベンツが日本に先行デザインスタジオを立ち上げると、ブーレイは再びダイムラー・ベンツに移籍した。日本のスタジオのジェネラルマネージャーとして、 1997年の東京モーターショーに展示されたマイバッハコンセプトを手掛け、その後、マイバッハ57、62の量産準備にあたり、ダイムラークライスラーのドイツの先行デザインスタジオに、ジェネラルマネージャーとして戻った。2001年5月に、ダイムラークライスラーが、三菱自動車の経営を引き受けるにあたり、ブーレイは、三菱自動車のデザイン部門のトップに任命された。 三菱の財政的な苦境とダイムラー・クライスラーが筆頭株主であった期間が短かったために、ブーレーの在任期間中に発表できた新モデルは、グランディスただ1台だけであった。しかし、2001年の東京モーターショーに先立つ5ヶ月間に4台のコンセプトカーを開発するなど、ブーレーが当時開発中だった他の車種に与えた影響は大きい。2004年に、 ダイムラー・クライスラーが三菱自動車との提携を解消するとダイムラー・クライスラーとの契約期間が残っていたブーレイは再びドイツの先行デザインスタジオにジェネラルマネージャーとして起任したブーレイ顔のランエボエート・ブーレイは三菱自動車の力強いイメージを確立するためには統一された近似性が重要だと認識し戦術した4台のコンセプトカーは グリル下辺にカーブを持たせて、ボンネットの円で鋭角に折り返し、中央に、藤山型の突起を設けて、三菱マークを大きく配するという、共通のフロントフェースを持っていた。後にこの顔は、2003年に、オーストラリア市場で、マグナのマイナーチェンジと、日本市場では、軽自動車の愛に採用された。後舎にモデルが、市場に導入された当時、すでに、 ブーレイは、三菱自動車を去った後だった。他にパリダカルラリーマシンの、パジェロエボリューションも担当し、これ以降の多くの三菱車にも、その影響は垣間見える。しかし、日本ではこのフロントフェイスは、賛否両論を呼んだ。またランサーエボリューション8の場合は冷却性低下や、空気抵抗の増大が問題視され、性能一辺倒のランエボらしくない。 対価と実用上の問題からブーレー顔を心よく思わない層もいる。後に、グランディス、コルト、ランサーの日本仕様、およびランエボについては、マイナーチェンジでブーレー顔が廃止された。ありがとうございます。